まずはゆっくり深呼吸から。どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さてですね、今回は、何かね、人に自分の気持ちがね、どうして自分の気持ちを分かってもらえないんだろうかって思った時にね、一度ね、思い出してみてほしい、そういった内容になります。それはですね、自分も相手のことを分かろうとしたかなっていうことを一度こう頭の中に思い浮かべてみてください。で、これはなんで大事かというと、どうして自分のことを分かってもらえないんだろうって思うことないですか？日常生活を生きていて結構あると思うんですよ。なんで分かってくれないんだろうってね、こういうこと言ってるのに、こうこうこうなのになんで分かってもらえないんだろうって、あの人はだから、あの人はダメなんだってこう考えてしまうことは日常生活の中にたくさんあると思うんですよ。皆さんどうですか？だけど、そういうふうに思っている時ほど自分のことに目が行き過ぎて、相手のことを相手にちゃんと伝えていなかったり、はたまた何でしょう、自分の中で勝手に物語が進んでいることって結構あるんですよ。それはそうですね、自分の何か言われたことに対して自分の頭の中でイライラした。で、イライラしたことで昔のことを思い出して、またさらにイライラしたとか、そういえばああいうことをね、なんでこの時分かってくれなかったんだろうとか、いうことにもイライラしたりとか、いろんなこう、イライラが新しいイライラにくっついて、また新しいイライラを生み出して、それが爆発してなんで分かってくれないんだろうってなってしまうこともあるんですよね。ちょっとカメラ交換しますね。はい。っていうこともあるんですよ。で、そこに行ってしまうと、結局自分も相手のことを見ようとしてないっていうことがあって、お互いに見ようとしてないから、揉め事になってしまったりもするっていうことが十二分にあるんですよね。なので、一度自分が、相手のことを理解しようとしたかなっていうことを思い出すと、客観的に自分の状態を見ることができるので、そういう怒りに飲み込まれづらくなるだろうし、冷静な判断ができるようになるだろうし、実際問題、自分が相手のことを分かろうとしていなかったということにも気づけるだろうし、で、逆に相手の人が本当に分かろうとしていない状況なのであれば、それをちゃんと伝えたらいいだろうし、いろんな対策もできるだろうし、っていうその冷静なところをね、作り出す、冷静な状況っていうのを作り出すことができるので、一旦ね、相手の気持ちを考えるっていうこともね、大事なことかなと思います。で、どうしてねこの話をしているかっていうと、やっぱ落ち込むと自分がこうなんだよってこう人に伝えることも減っちゃうと思います。それは仲がいいからこそ言えないことって出てきますよね。で、仲がいいからとか、当たり前に普段一緒にいるからこそ言わないことって出てくるんですよ。で、そういうことが増えれば増えるほど、人間ってこう外に情報発信するときって、こう顔の表情がね動いたり、言葉を使って波振動を使って、言葉って振動ですからね、あいうえおっていう振動がこう向こうにビョーンと飛んでって、相手の人の耳に当たって鼓膜から振動を理解してるわけだから、そういう情報がないと理解しようがなかったりするんですよね。他にも向こうもそれを察した上で、なんとなく状況を見て上で声をかけないっていうパターンもあるし、そういうふうにすれ違いも起きちゃうし、情報って案外欠損する。なんでかっていうと、言葉ってやっぱ、ね、振動なので、はいうえおってこう音の波なので、音の波なんて風が吹けばやっぱりこう欠損するから、そういう意味合いでも情報ってやっぱ伝わりにくいんですよね。で、最近だとこの表情も、最近でもやり取りの中では少ないのかな、スノーみたいなものでこうお肌チュルチュルになるね、アプリとかあるじゃないですか。あれを使うと筋肉のシワみたいなものがなくなりますよね。今みたいにこういうのなくなりますよね。そしたらなんか気持ち悪いって思ったことないですか？そういうお肌チュルチュルの動画とか。あれなんでかっていうと、筋肉から情報を読み取れなくなっちゃうんですよね。なので人間として多分見てないんですよ、生き物として。お肌がチュルチュルになりすぎるとね、なのでこう表情が伝わってこないと、何を考えてるんだろうって思ってしまうっていう風に、ちょっとしたことで情報っていうのが正しく伝わらないことの方が多いし、逆言うと正しく絶対 100% 伝わるかっていうと、絶対 100% 伝わらないと思うんですよね。なので自分のことなんで分かってもらえないんだろうかって思ってたりして、こうイライラしたり悲しくなったら、じゃあ自分は相手のことを分かろうとしたのかなってことを一旦考えてみる。で、考えてみて、
相手の状況をちょっと知ろうとしてみるとかね、考えてみて、でそれとともにもう一度自分が、じゃあ自分が相手に何かちゃんと伝えようとしたのかなとか、っていうことも一回振り返ってみて、冷静なね判断を仰いでいけば、両者ともにね、相手の方も自分の人も、自分の人自分も、うん、なんかこう変な状況を作らずに、平和な解決に結びつくかなと思いますね。結構その考え方も、生まれや育ち、まあ、環境や周りの人、お父さんお母さん、によって変わります。そういうことが考えられるんですよね。顔が変わるということが、やっぱりこう日本語もそうですけど、方言ってあるじゃないですか。関西弁ね、東北の方の言葉もあるだし、沖縄もあるだろうし、京都もね、京都弁っていろいろあると思います。それは周りの人が使ってるから使ってるし、その言葉で思考が作られている、考え方がね。なので言葉によっても違うし、そこの町の習慣によって標準的な考え方、まあよ、ある種普通っていうこととか常識って変わるので、なんで分からってもらえないんだろうなって思った時に、そういう風な風景も相手の人にね、過去生まれてきてからだか、その部分を想像してみるっていうことで自分の冷静さも保てますし、あ、人って違って当たり前だなっていうことを再度理解できるだろうし、そういった客観視みたいなものが自分のイライラや相手に対する嫌悪感とか、そういったものも減らせると思いますので、一旦ね、なんで分かってもらえないんだろうって思ったら、一旦そこで振り返ってみてください。で、たまにあるのが、それでも分かってくれない人はいると思います。それは多分分かろうとしてないんですよね。残念ながら相手の方が分かろうとしてない。だからそういうパターンもあると思うので、そこはね、またその都度、ね、対応するしかないかなと思うんですけど。で、分かろうとしない人を分かれっていうのは、ある種自分の中のエゴだということにもね、気づいていった方がいいと思いますね。もちろんあれですよ。皆さんが、何でしょうね、その分かってもらいたいっていう、皆さんの分かってもらいたいという気持ち、まあもちろん僕のもそうですけど、っていうこと自体が悪いことだっていうことではないですよ。ただ、そういった気持ちがあります。分かってもらいたい。なんで分かってくれないんだろうってこういう気持ちがあります。でも、それはあるにはあるでいいんですよ。仕方がないし。その、何でしょうね。現象みたいなものだからね、反応みたいなものなんで、やっぱ分かってもらえるに越したことはないからね。だけどそれをグッと押し付けるのは、またそれはちょっと違う話になってくるし、それを強制するのも違う話になってくるだろうし、ね、相手に強制されるのも違う話になってくるから、お互いにそこら辺のね、うまい塩梅を、見つけて、ちょっとずつね、お互いにこう寄り添うというか、思いやりを持ってね、生活できるのが一番いいんじゃないかなと思います。ね。思いやりっていう言葉もそうですけど、わからないから、相手のことがわからないから、こうなんじゃないかなって、それが思いやりになっていくと思いますよ。なんか辛そうだな、実際に辛いですかってね、辛い人に、辛そうだなって人に、辛いですか大丈夫ですかってこう行くよりは、あ、辛そうだな、あ、ちょっとお手伝いした方がいいかなって思って、こう、じゃあちょっとね、お荷物持ちますよとか、この仕事を私が代わりますよみたいな感じで行動を移すっていうのが、こう、思いやりだとは思うんですけども、そういう部分っていうのは分からないからこそ、できる、ね、ことだったりもするので、決して相手のことが分からないとか、自分のこと分かってもらえないことがダメなこと、100% 絶対ダメなことかって言われると、そういうわけではないのでね、その辺をね、ご理解いただけたらなと思いますね。ね、こういう情報発信してますけど、世の中に絶対こうだと言えることってのはほとんどないと思います。ほとんどないと思います。もし絶対こうだとか、こうあるべきなんだ、人間とはこうあるべきなんだとか、世の中はこうあるべきなんだっていうことが、こう、頭の中にガチッとね、くっついちゃった場合は、それはどっかの、なんでしょうね。今まで生きてきて、そういうことを周りに言われてた方が多かったりとかすることも多いと思うし、別にそれがね、本当にダメだっていうわけじゃないし、自分の中でね、そういうふうに生きるべきだっていう志を持って生きるのは全然いいと思うんですよ。だけどそれを相手の人に押し付けたりっていうのはまた別の話になってくるので、ね、その辺のうまい塩梅を見つけていってもらえたら、ちょっとはね、生きていくのが楽になるかなと思います。考えすぎずにね。そういうお話でした。今回の話っていうのは、繰り返すと、どうして自分のこと分かってもらえないんだろうかっ
って思ったら、まず自分が相手の人のことをちょっと分かろうとしてみてください。そうやってちょっとずつね、自分の思い込みも含めて、自分のそういった状況に飲み込まれずに相手のことを考えることで、自分の気持ちを客観視したりとか、そういうことにつながるので、ちょっとねその部分をね試してみてもらえたらなと思います。はい、今回もお別れする前に呼吸法を3回だけやってお別れしようかなと思います。ちょっとずつこういった自分をリラックスさせたりとか、自分をの気分を安定させる方法っていうのがね、こういったものの積み重ねで皆さんの生活がの質が良くなっていくと思いますので、ぜひ一緒にご参加いただけたらなと思います。いきますよ。鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。ちょっとはリラックスできたかなと思います。今の皆さんのこのリラックスした状態っていうのはじっくり観察してあげて、あ、リラックスってこういうことなんだなっていうことをね、学んで、それをどんどんと繰り返すことで、ちょっとずつ自分にもリラックスできるなっていうのが実感できていけたいくかなと思います。噛みましたね。ではね、また何かこう人に分かってもらえなくて辛いって思ったらね、この動画を見直してみて、自分も人のことを考えてみようって考えてみて、自分の中でちゃんと伝えようとしたのかなっていうことも振り返ってみて、お互いにそういった部分をね話し合って平和的に解決していってもらえたらなと思います。ではね、またこの場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつね良くなると思います。人間関係大事ですからね。ではでは。